キョンです。デビキャンです。俺たち、ミッドナイト坊主です。今回はね、私がハロプロを好きになったわけっていうのをね、ちょっと自己分析を添えてお話ししていきたいなと思っております。まあ皆様がやってきた第3回ということですね。はい、まあこれにて完結ということで、まあ、ハロプロと自分を照らし合わせて今の自分がどんな感じなのかというのをお話ししていきたいなと思っております。この子が寝そうなので、面白いプレゼンをお願いします。いきましょう。それでは、It's Tasting Time。さあ、ということで、私がハロプロを好きになったわけというのをね、まあちょっと遡りながら説明していきたいなと思っております。はい、まずは自己紹介させてください。2000年6月1日に神奈川県某所で奥田家長男として誕生しましたよ。そっから遡んの？はい、一応ね、幼少期は社宅。親のね、社宅の方で過ごさせていただきました。知らぬ時にこのパンプ作ったの？で、年上のお兄さんお姉さん方っていうのが非常に多くいたので、はい、まあ、社会の厳しさっていうのはね、先に小学校に上がってるお兄さんお姉さん方から、まあ、学びましたと。で、自分らしさっていうのがないともう淘汰されてしまう社会の中で育ってきました。社宅ってそんな厳しいところ？割とね、結構なんていうの、子供たちの多い社宅だったんで、ちゃんとやってる、ちゃんとやってる社宅だったんですよ。なんそれ？仲が良かったですね、非常に。社宅のね。上も下も関係なくみんなで遊ぼうみたいな感じだったんですよ。はい、で、小さなコミュニティの中での自己表現っていうのが、まあ、その中で上手くなっていったんじゃないかなと。まあ、絶対にそうですね。一人っ子で普通に育ったらこんななってません。社宅で木登りとかね、いちじく食べとかね、そういうのやってたからこそ、割とね、そういうのが。で、まあ、でも、言うても一人っ子のためね、親から深く愛されてきたわけですよ。一応、ルールには厳しい家でした。だから、まあ、ルールが厳しいっていう以外は、まあ、基本的には好きなように育ちましたね。門限とかって。文言とか、やったらダメだよっていうこと、なんだろう、まあ普通に、なんだろう、人は殴っちゃダメとか、当たり前のことですよ。物は取っちゃダメとかね。そうそうそう、でも結構、やっちゃう子多いじゃないですか。ちっちゃい頃って結局。ただ、僕そこやらなかったですね、絶対に。親が厳しかったんで。だから、母ちゃんに聞いたところ、まあよく笑い、よく食べ、よく寝るため、まあ育ちやすかったんじゃないかなと。母ちゃんに聞いたんだ。聞きました。で、まあ、でも3歳児ぐらいの時はまあ、喋れるようになった頃から弁が立ったんで、ちょっと手つけらんないな、みたいな。喋り始めてからはめんどくさかったみたいですね。基本的には寝るときに泣くとか、食べれないから泣くとかなくて、もう食べ物があったら静かに。食べる。うん。寝るときは寝るみたいな感じ。そうですね。割と育てやすいは育てやすいっていう話でしたね。で、これハロプロとの出会いっていうのを今回教えていきたいと思いますね。ワンピース書いてあるな、Tシャツ多分。小学校6年生の卒業写真ですね、これは。一応、小学校4年生の頃に AKB48 にハマりました。へぇー。一応、小4の頃、教室でね、周りも気にせずヘビーローテーションの振りコピーに夢中でした。まあ、小学校の時、女の子も AKB めっちゃ好きだって。そう。上のクラスもめっちゃいたもん。多分、小4くらいじゃない？ヘビーロー。小4くらいだな。小4、5、6くらいでも、AKB めっちゃ好きな女の子いっぱいいたわ。おしめは篠田麻里子さんでした。僕、板野智美さんでした。あー、わかる。神セブン行きがちよね。神セブン行きがち。この頃からもしかしたらそのアイドルにハマるっていう兆候っていうのはあったのかなとか、でもまあみんなハマってたからこれはどうにか、まあわからないと思うけど、まあハマりやすかったのかなと思います。で、まあ時は飛んで中学3年生、稲妻イレブン。まあ私たちの世代はドンピシャですよ。稲妻イレブンに中学校3年生で、まあ、受験期ちょっと暇だったってのもあって、もう一回ハマったんですよ。割とゲーム実況とかで DS の方をやってるね、人もいたので、それ見てハマったりとかして。その時にエンディングのおたけびボーイワオのミュージックビデオを気ままに見ました。はい。何も考えずに。おたけびボーイってどんな人が歌ってんだろう。確かにね。あれこれ桃地じゃね。ここからです。私のハロプロ人生の幕開けは。これの後に、あ、ドンガラガシャーンって、この人歌ってんだ。ね、確かに、あの曲は確かに小学生とかしたら、なんだこの曲みたいな感じだね。なんだろう、男とか女とか考えてなかったの、これ聞くときに、うん。ただ、ミュージックビデオ見たら、割と若めの女の人が歌ってることに気づいて、認識違ったな、っていう風に思いました。あと、もう一つ背高してんな、目に見えて背高いもんね。うん、で、いろいろ見てるうちに、あ、稲入れのエンディングってなんか全部この人たちなんだ。はい。ももちとかいるグループなんだ、ぐらいのイメージです。はいはい。これ多分2014、5年とかかな。4、4、5。で、まあ気づいた時には流星ボーイが踊れるようになってると。そうだね。ミュージックビデオ見てたらそれは踊れるようになってますよ。っていう感じで、まあベリーズ工房にハマったのがハロプロの出会いですね。はい。中期です。中期。もう何もできないままベリーズ工房が活動停止になります。まあ後追いでね、歴史っていうのを辿ってって、まあその他、ハロプロっていう存在を知ります。はい、ベリーズ工房だけだったのがハロープロジェクトっていうのに、まあ飛んでいきます。
ももちがカントリーガールズに加入することを知ったんですね、はい、俺野球以外になんかアイデンティティ欲しいなって思う時期だったその時にあるけどねで、でももち推しの高校生になるかって決めたんですね、この時に。多分高1の初めぐらい、中3の終わり高1の初めぐらい、もう一個味付け出して、ね、ももち推しったらなんか俺ブレイクすんじゃねえって。もうあったんだけどね、ブレイクする要素はこの時の私のスペックはポケモン野球打ち木、小太りのボロボロの財布、はい。これぐらいのスペックしかありませんでした。ボロボロの財布そこに食い込んでくる。いじられることも多かったんで、なんだそれって、これ婦人付録の冊子なんですよ。みたいな。くだりがあったりして。ちゃんね、これにハロプロオタクっていうのが付け加わることで、まあ、魔法陣が完成していくわけですね。はい、ピカーンって光って。なるほど。私が完成したんですね。召喚されたわけだ。そう。踊る小太り丸坊主っていうのが誕生するわけですね、ここで。これで一躍高校1年生の頃から高校3年生の先輩にいじってもらったりなんかしてね。大活躍でしたね。即戦力でした。そうですね。高1の頃から流星ボーイを踊る謎の小太りが入ってきたぞって高3のね、その野球の先輩に締められてというか、呼ばれて踊ってみたいなことをやってましたね。うん。で、ここで運命の出会いと別れがあります。はい、カントリーガールズに見事にハマりました。はい、高1ぐらい。森戸千里さん。なんだこの子ってね。すごく可愛かったんですよ。森戸千里さんはなんか高 1?一個上でしたね。そう。好きな時は高一。で、高一でハマった時は高二。高一で好きな時。そう。高一で、森戸千里さんっていう人に中3で知ってて、高一でハマったって感じ。そうなんだ。うん。全部可愛いなと思って。ただね、その森戸さんを見に行くために部活を休むっていう選択肢は全くなかったです。うん、毎日活動する野球部だったんで。そうね。厳しかったね。しかも1年生です。まあね、それはね、休めるわけない。アイドルの応援に行ってきます。うん、許されるわけない。一生干されます。だから、ライブとかに行くってことはなかったです。一応在宅オタクっていうことにして、あげるも寝ないでね。在宅オタクっていうことを極めていこうと思って。まあこれぐらいだとオタク度 40% ぐらいかなっていう感じですね。で、高校2年生に進学し、つぐながももこさん、ももちとの別れが出てきます。あげるも寝ないでね。大学の先生みたいなこと言ってるからね。教習所の先生みたいな。あんま寝ないでね、つなぎ言われてくれなかったな。卒業発表時には、一応私、腰の分離症っていうのを患いました。はい。だから、野球してなかったんですね。まあ確かにね。けど、桜井、一応180センチ、80キロ超えの巨体ですよ。うん、を砂場に投げ飛ばしてました。無意識に。桜井がね、もううち卒業だってよって、ちょっと煽ってきたんですよ。なるほど。てめえ、桜井つって、180、80を分離症の男が投げ飛ばしてたんですね。それぐらいの力がみなぎってました。はい、まあ、ももちってのはやっぱハロプロへいざなってくれた、まあ、最強で最高のアイドルなわけですよ。でね、部活の、まあ、整備みたいなサボってね、最後の日はニコ生で中継を見ながら涙流してましたよという話ですよ。6月でしょ、あれ。6月30日。うん。部活的にもまあ割と忙しいね、時期ですね。まあ、夏の大会の前ですね。まあ、私はそのメンバーに入っていることもなかったので、整備をサボってただただ、ももちのラストライブは涙してたということですね。で、ここ。まあ、現在の話です。カントリーガールズが実質解体になりました。はい、まあ、カラオケで踊りが披露できればなーくらいのスタンスです。大学生の頃は。はい、超、大学生になっても超、あげるも寝ないでね。カラオケでね、もう大学1年生の頃は、めちゃめちゃオタクってよりかは、カラオケでみんなの時に披露できればなーくらいのスタンスでした。うん、でもカントリーガールズの卒業を聞いた時は、やっぱりほぼ最初から最後まで、はい、しっかりと見ることのできた唯一のアイドル。かなって、この時にやっぱアイドルグループ、アイドルのグループとか推しの、まあ、成長っていうのを応援することが醍醐味なんだなーっていうのを改めて感じましたね。で、ここでね、写真にある通り野球にハマっちゃってたから。まあ、オタク活動っていうのはもう、ちょっと徐々に薄れたったと思ったら、ビヨーンズがいるんですね。関西の大学に一人いる時に、もう体の一部にハロプロは染みついてる状態だったんで、はい、その時にテレビをぼーっと見てたら、レコード大賞の新人賞で、メガネの男の子取ったんですよ。メガネの男の子自体は割と昔からやってたから、メガネの男の子、ビヨーンズじゃんと思って、ちょっと嬉しくなって、これ踊れたり、ビヨーンズ今応援したら楽しいかなと思って、そのまま、大学1年生の冬、春休み、神奈川に帰った時に秋の部忍者仙台のハロコン行こうよって誘われて、まあ、行く、楽しみだし行こうかって言ったら、恋愛舞踊って曲があるわけですよ。これが生でね、聞くと楽しくて楽しくて、ビヨーンズ今楽しいじゃんっていう風に気づくんですね。あれ俺のハロート生活始まったばっかじゃねここで気づくんですね。こっからが本番じゃねって気づいて、YouTube 活動を始めて今に至るわけですよ。なるほどね。うん、こっからですね、すべてのグンっ
ってオタク度が加速したの。確かに。割と新規っちゃ新規だし、昔から見てたけどって感じなんですね。なるほどね。こっからの私の自己分析っていうのをさせてもらうと、まあ、深く、狭く、気になりすぎちゃうのかなっていう。まあ、話じゃないけど、ポケモンだったり野球だったり、範囲っていうのは狭いんだけど、深く長いんですよ。興味がないと、本当に、なんだろう。本当に何も知らないからね。そう、興味がないんですけど、興味があると、なんか誰よりも深くいっちゃうというか、そんな感じなのかな。ゼロ100だよな、マジで。で、周りの目っていうのはあんま気にしないのかなっていうのはありまして、まあ応援したいものを応援して踊り台的に踊る。昔から、なんだろう、まあ教室の目とかくれずにヘビーローテーション踊ってたり。高校生になってからも流星ボーイを別に誰に何と言われるとも踊ってたり、人の目ってのは気にならないのかなっていう感じですね。でそこで周りの目気にしないまま周りを巻き込んで人を楽しませることもできるんじゃないかと。俺が最大限楽しんでることが他の人を楽しませるっていう好影響につながることも割とあるんじゃないかな。このままでいろんな人を巻き込んでハロープロジェクトのオタクにしたりとか、なんかこいつ今楽しそうじゃんって言って周りが集まってきたりみたいなこともあるのかな。だけども一応ストッパーっていうのは存在してて、自分で決めたルールにのっとってそっから外れることってあんまりないのかなっていうか、もうほぼないです。いや、そのリスクとかをマジで取らないと。リスクヘッジがノーリスクだから、ノーリスクで俺だけ楽しんでパパってパパって帰っちゃうみたいな感じだから、オタクとしてお金を使いすぎないとか、他の人のコミュニケーションも行き過ぎちゃったとかもないし、割と言い方良くなくなるけど壁を作っちゃったりもするから、そんな、そう、壁作ったまま踊ってたりとか、踊ることでだん、喋らないで踊りで表現してね、話しかけたりみたいなこともあるのかな、と思って。だからまあ、一人っ子由来の自由気ままな面と、まあ、狭く深くの専門性で場の雰囲気っていうのが新たに創出できてるんじゃないかなっていうのがね、私の、まあ、就活生としての自己分析のつもりでございます。ということで、ね、今回の参考文献はこちらとなっております。でね、私の発表このまま終わりたいと思います。ありがとうございました。最後、参考文献のやつ何？一応、あの、参考文献があった方が研究っぽいかなと。発表っぽいかな。そうなんだけど、はい。母親、息子が幼少期の頃ってどうだった？奥田局長、2021は何？一応、お母さんに聞いてきたので。いやいや、参考文献書かなくていいですよ。いや、大丈夫ですか？全然いらないです。一応参考文献として。お母さんからの証言も聞いてきたから。びっくりしたわ。本かと思ったら全然違ったじゃん。はい、ちょっと。奥田新潮。参考文献として提出させていただきましたけども。奥田新潮ってお前もうほぼ週刊誌だと思って。まあ、ということで今回ね、私はハロプロ好きになったわけ、一人離脱しましたけども。その歴史がありましたね、やっぱり。ちょっと皆さんより長くな、まあ割と短めにピッとまとめたつもりですけど、まあハロープロジェクトから見る自分っていうのは結局こんな感じ、まあ他にもいろいろと要素はあるかもしれないけども、今ハロープロから見る自分っていうのはこんな感じなのかなっていう、こういう自己分析を含めて、何かね、自分の強みさらに見つけていけたらなと。今ね、長所しか書いてないですから。確かに。短所も全然ありますので。まあそうですね。まあ、長所と短所は、紙一重というか、その、表裏一体なとこもあるから。裏返したらね、短所になっちゃいますから。今、いいところも、悪く言えばって言い方もできるし、悪いところも、よく言えばって言い方もできるから、私がハロプロを好きになった上で、さらにね、なんか成長していけるような見込みがあればな、嬉しいなと。これからもハロープロジェクト応援ね、ちょっと、なんかオタクを辞めときはいつみたいな動画も出しましたけども、全然辞めるつもりもないし、まあまだまだ楽しませてもらえるかなと思っているので、だから私がハロープロ好きになったわけと自己分析を含めて今後のね、自分を見ていただけたらなと思っております。ということで、今回終わります。それでは、バイチュー。